わかった。言ったでしょ、京介くんを信頼してるって。今持ってるの？持ってるなら私ん家行こうよ。だよ、あれが用意してくれたんだ。ま、衣食住は用意してくれないと私も困っちゃうしね。シルエットみたいなあれだけど、私みたいな姿撮ることもできるから。スティーブンさん面白いんだよ。日本人は欧米コンプレックスがあるからってわざわざそんな姿にしたの。その家はね、あの夏に住んでいたのと同じ家なんだ。これがなにわ節ってやつかな。だからなるべく続いているようにしたかったってこと。あの出来事だけは時間から切り離したけどね。それくらいはね。で、私が戻ればみんなはまた私のことを思い出してくれるから、私は続きのラインに無理なく乗っかれるってわけ。着いたよ。いつだって外で遊んでいたからね。外だよね、外。なんとなく自分の部屋は2階にしてあるんだ。ちょっと恥ずかしいもんだね、人を入れるのって。相手がおでんみたいに熱い恋人ならなおさらだよね。女の子なんだからボーイズラブとか。パソコンは持ってるしね。BL とも言うなり。ほんと言うと、パソコン買ったのはインターネットがやりたかったからなんだよね。ネットがあればいろいろと調べたりできるでしょ。それが嬉しいかなって。普段何やってるの？へえ、あたしも歌は好きだよ。うん。しまたけくんか。
飲み物持ってくるね。へえ、これが噂のマージか。実物見るのは初めてかな。だろうね。じゃなかったら作れるものじゃないし、作っていいものでもない。え？でしょ？私たちそういう仲なんだから。じゃあはい。寝苦しいから飲むね。入れて一斉のせいで飲もうよ。狭いところですが、どうぞ。指パッチンするから、そしたら飲もう。眠くなる？じゃあ横になろう。私、神崎千尋ね。こんにちは、よろしく。私は茂木和葉ね。あ、なに？ひろっちどうしたの？いきなりぼーっとして。京介くん、あ！
千尋ちゃん。何？だってこれは夢だもん。ん？今度は誰やる？で競争するよ。二人とも頑張ってね。楽しいね。負けないよ。難しいよね。この頃の私たちにそれは無理なんじゃない？戦果は？よし、私も頑張っちゃうぞ。
花火だね。イカ焼き、川遊び、トウモロコシ、蚊取り線香、虫取り網を振り回すこと、なんで楽しいことばっかりなんだろうね。一つだけ残念なのは終わっちゃうことかな。全然平気。ただ私が気を失っちゃったからそのことはすごい心配してたけど。はあ、私もびっくりしちゃったよ。そうだね、あんな風に倒れるところなんて見たことなかったから。けど何ともなってないってことは攻撃じゃなかったのかな。作戦会議だね。ねえみんな、チケット釣らしちゃダメだよ。しけたつらって？今みたいな顔だって。これ冒険だよ。漫画みたいで楽しくない？千尋のんきだね。ともくんもそんな真面目腐った顔しないでね。そうだね、そう考えるとちょっと楽しくなってくるかも。なんかね、あいつをやっつける手段があればいいんだけど。それがあるんだな。ね、京介くん。え、マジで？うわー、すごい。お兄ちゃん、かっこいい。いることだし楽しくなってきたでしょ。うん、ほんとほんと、これで安心かな。お兄ちゃんがいてくれるなら。よし、